どうも、エルザレットです。それでは、ペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、本日発売ですね、7月17日発売ということで、ペーパーマリオシリーズやっていきたいと思います。ちょっとね、Wii 以来なんで久しぶりなんですが、今回は、ちょっとまた面白くなってそうなんで、やっていきたいと思います。では、早速やっていきましょう。ああ、いいね、音楽ね。やっぱケミカルな感じが。いやー、兄さん、お祭りなんて楽しみだね。折り紙祭りだっけ？一体どんなお祭りなんだろう。ああ、早速二人で移動なんだ。しかも、マリオカートで出てくる車だね。で、ルイージが運転なんだね。ピーチ姫に会うのも久しぶりだし、ほんと楽しみだな。で、運転してたけど、マリオ一切喋らないんだね。おー、すごい。折り紙になってる。でも、カートはパッと見、紙じゃないんだね。あ、でも紙なのかな。さあ、キノピオ島に着いたよ。奥に見えるのがピーチ場だ。いやー、人いないけどなー。あれ、お祭りなのに誰もいないや。今日でやってるよね、兄さん。招待状を確かめてもらえる？あ、兄さんって言うんだね。ここは相変わらずって感じか。兄さんね。丸がつばつ1。とっても楽しい折り紙祭りを開催します。ぜひいらしてね、ピーチ。どうせまたやらかすんだろうな。やっぱり合ってるよね。今はまだ準備中なのかな。ひとまず、ピーチ姫に会いにピーチ城へ行ってみようか。うふーん。なんだろうな、ヨッシーの時もクラフトワールドしたけど、最近こういう系にハマってるのかな。雰囲気が似てるけどね。おー、すごいすごい。でも折り紙ばっかしだね。あ、馴染みの音楽。あ、いいね、やっぱね。兄さん、ピーチ場着いたよ。僕はカートを止めてくるから、ここでちょっと待ってて。やっぱペラペラやな。薄っぺらいな。まあでも、お城は綺麗だね。お、早っ。兄さん、待たせた。それじゃあ、ピーチ姫に会いに行こうか。こんな感じでいいのかな、ルイージの声は。あー、すごいすごい。ついてくる。あ、四角でメニュー。丸ジャンプか。あ、B ダッシュの A ジャンプね。はいはい。まあ、行きますか。ジャンプがね。三段ジャンプはないからね。じゃあ、開けましょう。てか HP50 もあるんだね。あれ、出迎えのキノピオはいないね。ピーチ姫は奥にいるのかな。あ、ピーチ姫のお土産をカートに忘れてきちゃった。すぐ取ってくるね。おうなんだ、扉が勝手に閉まっちゃった。鍵までかかって、これじゃ外に出られないよ。仕方ないな、合鍵を探してくるよ。合鍵！影を見つけたらすぐに行くからピーチ姫のところで待ってて。じゃあ後でね。レッツゴーレッツゴーいいな、あの子いいな。いやー、さすがやね。お、なんか下の太陽のマークも懐かしいな。いらっしゃいマリオ。この声はピーチ姫出たね。あれでもちょっと様子が違うね。よく来てくれました。嬉しいわ。ねえマリオ、聞きたいことがあるの。キノコ王国は新しく生まれ変わるべきだと思わない？あ、B で EA は選べるんだ。新しくか。そうだね。まあね。常にこう新しい作品作っていかないといけないからね、ちょっとそろそろお城もね、リニューアルしてもらいたいところだね。あの、賑やかな木の苗たちがみんな静かになればとっても素敵じゃないかしら。いやいや、お前だいぶ、え、そんな、独裁者になったの？どうしよっかな。まあ、ちょっとあいつら最近、ちょっとね、主役の座を奪おうとしてるからね、ちょっと静かになってもらおうかね。あなたも私と同じように生まれ変わらない？生まれ変わるか。まあ、マリオをね、もうちょっとシュッてして身長伸ばして、イケメンにしてくれるなら、いいよ。答えまで全部薄っぺらのペラペラなので。ペーパーマリオだけに？さよなら。おいやっぱピーチ姫様子が変だなと思ったらそういうことか。マリオって上から降ってくるなんて相変わらず派手な登場だな。いや、そういうつもりじゃないんだけど。マリオも僕らと同じ折り紙祭りに招待されたの？ところでクッパさんは見なかった。一緒に来たのにどっかではぐれたんだ。あ、だクッパいるのか。お、クリボー。あれ、マリオさんだべー。ほら、もう遠い田舎から出てきただよ。いやー、都会のタウンはでっかくて垢抜けてんだ。お前、のんきすぎるやろ。ピーチ姫も思ったよりカクカクとしてて、都会の女って感じだべ。あー、トゲがあるって言いたいのかな。お？あら、兵法。あれ、でも折り紙だね。お前たち、行くぞ。ついてこい。うおー、うん、前飯でも食わしてもらえるんだべか。新入り、お前は後だ。そんじゃ先行くわ。マリオさんもまた後でな。マリオ？ん？誰？マリオさん、お願い、助けて。ここはあれ？ここどこ？暗くて狭くてまるで次元の狭間。なんか次元の狭間って懐かしいな。次元の狭間ってちょっとかっこいいかも。あー、中二病かな。ねえ、マリオさん、ここがどこだかわからない。早く助けて。早く助けて？お前何様のつもりだ？あ、ハンマーがある。マリオのハンマー、ゲットだね。まあ、確かに RPG といえばこのハンマー。アイテム、まっすぐ、あ、ちょっと待った。今何かのボタンで反応したね。あ、B ボタンで叩けるんだ。この、これじゃない。こう、コインだね。こっち。え、どっか行っちゃうの？助けて。え、助けて。あ、これ？そこ、それ、魔法陣っていうの。じゃあ、早速。あれ、どうしたらいいんだっけ？マリオさん、わかります？いや、わからんわ。こっちが聞きたいくらいだよ。おー、神の手。神の手か。サッカーかな。さあ、神の手。おー、ほんと神の手やね。出ました？さすがマリオさん。それ、神の手っていうの。ほう。神の手。まあ、神だね。その神の手で壁をあちこち触ったら何か見つかるかも。もしずれて幕が動かせなくなったら、R でリセットかしら。あ、すごい。ジャイロ大丈夫。ジャイロ。ジャイロだね。はいはい。これでしょ？ん？あ、両手でこう掴めるんか。ういほんと狭間に入ってたね。あ、出られましたわ。あ、女の子だったんだ。あ、次元の狭間とかじゃなくて壁の隙間だったのね。マリオさん、ありがとうございます。私、オリビアです。名前です。そして、なんでこんなところに閉じ込められたかって言うとあ、でも長くなりそうだし、やっぱ早く逃げた方がいいかも。話す気ねえな。私、歩くの遅いので、懐の中に忍ばせていただきますね。おー、綺麗だな。やっぱ、画像が進化してるからね。さすがに開かないか。よし、行こう。あ、これってもしかしたら私ピンときちゃったピン。ねえ、マリオさん、私の考えが意外と役に立ちそう。行き詰まったり困ったときはいつでも罰を。お、X 読んで頑張ってヒント出しますわって。じゃあ聞いてみよう。多分これ最後だろうな。ありがとうございます。ヒントですわよね。壁の中からこの、お部屋を出られるかも。こう。ままですね。かわいいね。ここはどこかしら。多分もしかしたらお城の中のどこかかも。すいません。当たり前すぎて。当たり前すぎて。ね。やめろー。やめろ？あ、中になんかいるみたいだけど、ちょっと無視しますか。こっちはあ、特になし。ああ、これで今自分が閉じ込められてた場所ってことか。やめろか。許さんぞ。許さんか。やめんか。この口ぶりで言うと、おい。許さんぞ。お、クッパじゃん。しかもめっちゃ畳まれてる。我が輩の軍団に何をする？今すぐやめろ。あら？さっきいたノコノコが？おー、浮いてる浮いてる。え？ほわははは。うわー、マジか、すげえ。一瞬で。結構残酷やな。いや、クッパさん。クッパさん、あれはきついだろうな。ねえねえ、何が見えました？これでみんな終わったな。あ、折り紙になってた。次はヒゲの芯入りだ。ヒゲの芯入り。やめてヒゲいじり。チャームポイントなんだから。悪そうな折り紙は折り紙兵っていうの。取っ手は危ないから折り紙だから見つからないように気をつけて。危ない折り紙ね。ところでみんな終わったなんて何かしら。そうだね。とりあえず、コインゲットして。おお、マリオ、いいところに来たな。貴様はいつもいいところに来るな。さすが我が輩のライバル。あら、我が輩さんは我が輩さん。マリオさんとお友達、お顔だけなんて珍しいですわ。体もあるわ。この折り紙娘、胸くこもたまにクッパさんを知らんのか。カッカクのやつらに折りたたまれて元に戻れないだけだ。あ、折りたたまれたいなんで。おいマリオ、良きライバルで我が輩はここから降ろしたいだろう。そうかよし、それならば望み通り降ろさせてやろう。その代わり、褒美としていいことを教えてやる。早くしろ。お前、いつまでたっても上から目線だな。来ねえ。おいおい。どうだどうだ、クッパ。おらおら。この野郎、お前がどうせ余計なことしたんだろ、おらおらどこ行く、また早く殺せ。この野郎、よし。でもクッパもね、なんだかんだかっこいいからね。痛い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 。そんな弱々しい言葉は聞きたくない。めちゃくちゃ織り込まれてるな。よーし、上出来だ。それでは褒美のいいことを教えてやろう。なんとこの部屋のどっかに秘密の出口があるぞ。どうだ、言うこと聞いただろ。いいこと聞いただろ。よかったな、マリオ。では、感謝の気持ちとして、我が輩も一緒にこの城から連れ出せ。うるせえうるせえ。あ、すごい、ちゃんとモーションがあるんだ。今度やろう。まあでも、このクッパ惨めだなあ、神の手。神の手。どこあるかなあ、ここか。はいはい。クイーン。よし。ほら、どうだ、我が輩の言った通りだろう。よかったな、マリオ。我が輩のおかげだぞ。マリオさん、神の手使い方が様になってきたわね。まあ、助かったから、もういいだろう。戦うっていうか、叩くのはここまででしょ。あ、セーブポイントだ。わあ、懐かしい、これ。はい、セーブ中。セーブ完了です。で、ここまでの旅がセーブされたので、これで安心ですわ。あー、じゃあ、セーブは一つしか持てないんだね。一つのアカウントにね。これからもこのブロックを見かけたらセーブしとくといいかもですわよ。そういえば、プラスで開く、メニューっていうのもいろいろ便利みたいです。何か不便があったら一度、メニューを見てみるといいかもしれませんわ。あ、これね。情報、地図、まだだね。武器、マリオのブーツ。ジャンプで敵を踏みつける普通です。あ、攻撃、やっぱ武器なんだね。なんかあるね。あー、つけれるわけね。大事なものもない。ジャイロ操作オンオフね。振動は僕、オフで。明るさは大丈夫かな。さあ、上がってきた。さあ、上がろう。えっちら。おっちらやる気づらいわこんなズタズタにあいつら許さんぞ。まあほんとね。お、もうすぐか着いたーってお前なんかかわいいな今回なじゃあ開けましょう。出てきたねー。あー、出てきた。お、ピーチ姫。マリオ、私を放ってどこ行くのって。いつも私のそばにいてくれたじゃない。いやいや、落としたじゃねえか、お前は。行かないで。お願い、お願い、お願い。怖えななんか、ホラーテイストだね。あのピーチはね。ふふふ、マリオ君、君はこのピーチ姫から信頼されている英雄らしいね。私が欲しいのは、まさにそういう強い男なんだ。ほう。さあ、マリオ君、君は新しく生まれ変わらないか、そして一緒に世界を変える。さっきね、左にクッパがね、わしも強いぞって。そうか。世界変える？あ、じゃあ変えましょうかね。嘘の答えで油断させた隙に私を倒そうと思っているな。いや、純粋にパワーが欲しいだけです。いやー、力は欲しいからね。その手には乗らないよ。ならば仕方ない。今さっき新しく生まれ変わったばかりの折り紙兵に相手をさせよう。相手をさせよう。あ、クリボー。田舎者のクリボーが。新しい折り紙兵。まさか、ペラペラに人たちを。マリオ。オラ、オラ。おられた。あー、まんまですな。ペラペラ倒すー。かわいいね。作れるのかな、この折り紙のやつはね。知り合い作ってくれんかなかわいいよね。さあ、折り紙兵に折られちゃったら、もう元の姿に戻ることはできない。できないのか。かわいそうだけど、ここはバトルをしないと私たちがやられちゃうかも。ところでマリオさん、折り紙兵とのバトルは初めてですわね。そうだね。でも私みたいなか弱い折り紙は足手まといになっちゃうし、しっかり応援しますので、マリオさんお一人で頑張ってください。か弱いね。お、動いた。ちょっと待った。右上しかも時間計られるね。さっきウェーブバトルって一瞬出ましたね。あれは、なんだっけ。まあいい。今は気にしなくてもマリオさんなら楽勝ですわ。まあまあ、任せときなさい。って、ああ、いきなり4体のオルガン兵に囲まれちゃってますわね。このまま一斉に襲われたらボコボコにされちゃう。マリオさん、早くもピンチ。あ、でも私、応援ついでにひらめちゃいました。ここは相手を一列に並べて、まとめてジャンプで攻撃するといいかもです。はあ、特徴があるわけね。一人だけはぐれてるクリボーが丸の列に並んでくれたらいい感じ。そうだね。地面のリングごと回転させて一列に並べちゃえ。まず回転させたリングを選んで A で決定。トントントン。ああ、こういう感じね。あ、やっぱ右上時間進むね。あれ、リングが違うっぽい。あ、ごめんなさい。はい。で、ぐるぐる。はあ、はい。決定。さあ、整列成功、攻撃力アップと。バッチリですわ。4体のクリボーが1列に整列しました。こうやってリングを操作して整列成功できれば、なんとマリオさんの攻撃力 1.5 倍。ああ、いいね。1.5 倍。1.5、1.5 点。ってなんだっけ。まあまあ、上がるってことね。攻撃が強くなってとってもお得ってことですよ。私、お得大好き。どんどん整列成功狙ってほしいですわ。では、いよいよジャンプで攻撃しちゃいましょう。上下動かしてブーツ選んで A を押しますと。ほい、じゃあ、バトルスタート。あ、やっぱ音楽いいね。マリオね。なんだかんだね。ほい、これがマリオさんのジャンプ攻撃か。1回のジャンプ攻撃で全部のクリボーを一気に踏んづけちゃったね。整列成功ってすごいですよね。ああ、じゃあジャンプはまっすぐ行くんだね。あら、さらにまた折り紙兵が。で、ここで思い出しました。こうやって折り紙兵が何回かに分かれて襲ってくるのが初めに言ったウェーブバトル。ああ、第1、第2、第3ウェーブってことね。ラストウェーブってことは多分これで最後でさ、もう一頑張りお願いします。ねえねえ、マリオさん、今度は私、ハンマー攻撃やみたいです。ハンマーね。じゃあ、まず動かしましょう。近くの広い範囲に一発だけ強力な攻撃をするんですよね。ああ、そういうことね。攻撃が当たるように持ってくると。はーい。反転だねー、上下はね。1.5 倍です。さあ、ハンマー選んで倒しましょうかね。まあ、チュートリアルだね。あー、しかも、今見てびっくりしたんだけど、タイミング合わせるのがあったね。まあ、ハンマー力強い、たくましいですわ。こんな感じで、ジャンプとハンマーでは整列の形が違うけど、とにかく整列成功は超大事ってことですわ。超大事ね。はい、頑張りまーす。オーダースゲッチュ。502。あ、コイン結構多いね。なるほど。さすがマリオくんだ。クリボー程度が大した時間稼ぎにはならなかったな。かくなる上は、この私自ら折り紙パワーで。折り紙パワー。おー、変わった。兄上って、あ、お兄様なんだ。兄弟だったのか。クッパのコメントが面白いんだよな。やっぱり兄上だったの？あれだけ止めたい。こんなことやめてください。オリビア、壁に閉じ込めておいたのもマリオ君に助けられたか。しかし、私の野望を止めようとすればな、もう妹と呼ぶことはできない。そして私も今日からお前の兄、オリーではない。折り紙王国の王、オリ王である。お兄さん、闇落ちしたのかな。私の野望、それは肉劇のピオどもを一人残らず折りたたみ。キノピオどもをは折りたたみ、ペラペラのやつらを折り紙兵として生まれ変わらせ、この薄っぺらな世界を折り紙による折り紙のための折り紙王国に作り変えるのだ。キャハーって感じや。兄弟喧嘩ね、今回は。さあ、やばい、逃げない。おお、まさかの食らうんだっけ。いやー、一応みんな逃げれた感じかな。もう、ああ、また空飛んでく。いや、兵法さんナイス活躍だったよ今回。あ、ルイージ、クッパは助かってたね。いやー、やっぱ高いところに行くっていうのが相場なのかな。さあ、セーブ中。ナイスホールインワン。あ、動ける動ける。を連打すると、イエーイ、出たぜ。さあ、どうしよっかね。とりあえず神の手使えますか。神の手、あ、オリビアがいないと使えない。オリビアいないの？どこオリビア？オリビア、危ない。誰？マリオさん、足元気をつけて。そこ地面に大きな穴が開いてませんか？落ちたら怪我しちゃうかも。ああ、そうだね。穴を防げるといいんだけど、どうしよう。あ、そうだ、マリオさん。これは、はい。ほう。空の紙っぺら袋。紙っぺら袋。マリオさん、その袋に紙っぺらを集めてみてください。紙っぺらはこの世界を作ってる紙のかけらみたいなものです。あ、ほんとペーパークラフトだね。それをたくさん集めてスカスカの穴に貼り付ければ元通り直せるかも。ほう。この袋を見れば紙っぺらがどれくらい集まったかがわかります。あたりのお花や奥さ、おき、おが多い。ハンマーで叩けば紙っぺらが出てくると思いますと。それじゃあよろしくお願いします。まあ、じゃあ先に、あ、据えたね。でも花は一発か。ああ、木はまあ、多少出てくるけどって感じか。あ、意外と草の方が出てくるね。お、たまった。いい感じに集まりましたね。はーい。あ、こういうギミックもあるわけね。そしたら ZR でパーッとばらまいて、ばらまきたい方を向いて、それ ZR、ZR、はい、どうぞ。それ ZR、ZR。おお、しかも大量のコイン。穴が塞がりました。やったー。これでまたスカスカがあっても紙っぺらで直せますわ。コインコイン、あ、めちゃくちゃもらえるじゃんコイン。マリオさん、こんな格好で失礼します。頭の先が地面に刺さって抜けません。どうしましょう、どうしましょうか。こうだろ。ほら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 、どんどん生まれ生まれ生まれ。まあ抜きますか。あ、いた。さあ、無事助かったね。ふう、助かりました。ありがとうございます。ところで一体ここはどこでしょう。道を尋ねなくても誰もいないし困りましたわね。ともかく辺りを調べてみるしかなさそうですわと。はーい、呼びまーす。今髪が手に入るのはいいなと思うんだけど、隠しアイテムとかあんのかな。あ、復活するんだね。はいはい。だったらもう気にせずバンバン叩いた方がいいね。あ、やっぱ雑草が一番こう回収率高めだな。うん、そんな気がする。一つ、一発目だと大量に出るって感じかな。あ、こんなところに魔法陣。これってもしかして世界中のあちこちが兄上に変えられちゃったの？ああ、じゃあやっぱないものなんだね。じゃあ、神の手。叩く？ほい。ほい。ほう。モーション全部違うんだ。面白い。ジャイロで遊べるっていうのは面白い。さあ、キノコゲッチュー。おなじみのキノコ使うと体力が少し回復するよ。便利なアイテムっぽいですね。持ってるアイテムはプラスを開いて確認できるみたいと。あ、Y はショートカットね。情報。デクの山。アイテム、キノコ。あー、キノコもちゃんと折り紙だ。すげえ。あ、そういう細かいところやっぱさすがやね。さすが任天堂さん。いや、任天堂のゲームはさ、コンセプトがしっかりしてるから好きなんだよね。わー、とってもいい景色。ここはお山のてっぺんかしら。あ、お城。あそこピーチ城のあったところ、お城はどこ行っちゃったの？確かあの時紙テープがいっぱい巻きついてピーチ城持ち上げて、あそこあるね。そのままどこかへ。たわーっていやいや、誰でも見つけれるって。あんな遠い山の上、しかも紙テープでぐるぐる巻きのままですわ。アニメったらあんなところでピーチ姫さんと一緒に閉じこもっているのかしらと。私兄弟としてこんなことやめさせなきゃ。何があったんだろうね、キノピオとね。緑の帽子、緑の帽子、あの城の後に落ちていったけど、あれってもしかしてご兄弟の帽子？いや。やっぱりそう、それは大変ですわ。急いであそこへ様子を見に戻った方がいいかもしれませんと。ああ、とっても心配、ご無事だといいんですけどって。自分の兄弟の心配もしないとね。さあ、セーブ中。はい、ということで、今回ここまでにしましょう。切りがいいんでね。多分次回はこの先、ピーチ城の跡地に行きたいなと思いますので、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、まただ。